デザインを作成をクリック、プレゼンテーションをクリック、シルエットクイズに使いたい画像を挿入します。画像が選択された状態で写真を編集をクリック、マジックスタジオの背景除去をクリック、背景が削除されたら大きさを整えます。下のサムネイルをクリックしてコントロールまたはコマンドプラス D で複製します。1ページ目をクリックして画像をクリック、写真を編集をクリック、調整をクリック、ライトの明るさをマイナス100、コントラストを100、ハイライトを、シャドウをマイナス100、ホワイトをマイナス100、ブラックを100にすると真っ黒になります。これでシルエットクイズが完成です。超絶簡単です。